皆さんこんにちは。石原彰の経営のヒントプラス第9回目ということで、はい、もういよいよ10回目大台も間近ですが、すごいね、なんか、僕も日々勉強させていただいてます。早速なんですけれども、今日の質問、嬉しいですね。これ第1回目の放送でということでなんですけれども、石原さんが最初の放送で、感覚的には正しいけど絶対に間違っていることというふうにおっしゃってましたけども、具体的にはどのようなことでしょうかという。ここに突っ込み入れるってすごいね。匿名の方何回も聞いてるのかしら、これ。そうですね、繰り返し聞いてないところ分かんないんじゃない。1回目でもう聞いてくださってるんですよね。そうですね。これはね、実はすごい面白い質問なんですね。はい、なんでかっていうと、ビジネスモデルはこれを発見することでもあるからですね。ビジネスモデル。そう。経営者と経営者じゃない人の差っていうのは、いろんなところである。ですけど、目の前で起きてることとか人が話していることとか世の中で起きてる現象あるでしょ。あれを鵜呑みにする人って経営できないんですよね。流されちゃった。でそれはそういうもんよねって言われて、あ、そうなんだって思っちゃうと、実はもうその全然経営できないというかビジネスモデルも作れないんですよ。で、例えばこんな話で言うと。営業の人なんかによく言います。僕はその営業マンは断ることを覚えなさいって本の中でも言ってるけど、なんとなく信じられてることって何か、感覚的に正しいって何かって、お客様に喜んでもらえれば物は売れるって思ってますよね。お客に気に入られればかですよね。でも厳密によってそれって本当なのって話なんですよね。これそうですよね。営業マンなんだからお客から気に入られる、好かれないと物は売れませんよっていう感じでしょ。ところがそれ本当に信じちゃうと、それが価値観になっちゃうので、もう見るもの聞くものみんなそう思っちゃうから、そうですね、フィルターになっちゃうんですよ。で僕はその時に本当かなと思うわけね。でよく見てみるとっていうか、いくつかの事例見ると、別にお前なんか大嫌いだけどしょうがねえから買うよこの機械、お前のとこしか作ってねえからっていうのもありますよね。これありますよね。ですよね。でこれ本当に好かれてないじゃない、営業は。でも売れるってことは何が本当なのって言ったら、そうですね、好かれることは正しくないじゃないって。で、さっき言ったビジネスモデルって言った時に、ここにビジネスモデル作るヒントとかあるでしょ。ですよね。ダントツに売れるかもしれない営業マンになるヒントがあるわけじゃない。そうですね。他の人が やってないというか、全然違う視点なんですよね。じゃあここに集中すれば勝っちゃうよねみたいなことがヒントとしてあるでしょ。でも会社の経営でいうと、例えば本当に優秀な人を採用するにはすげえ給料を払わなくちゃいけないっていうふうに思ってますよね。思いますよね。でも僕なんかどう思ってるかっていうと、本当に優秀な人もその採用する理由なんかいくらでもあると思ってるわけですよ。だから一般的には正しいかもしれないし、もちろんそのある程度会社がでかくなっちゃって、もう本当に大量に優秀な人を採用するんだったらお金出した方が楽だっていう選択が来るから、そういう意味ではした方がいいかもしれないけど、会社創業するときに本当に優秀な人を採用するんであれば、給料安くても採用する方法っていくらでもあるよね。でそこをなんとかやった人が成功するわけですよ。最初にダメだとか、もうこの方法しかないとか思っちゃったらそこで終わりですもんね。だから否定的な感覚を持ってる人っていうのはもうそもそも経営の相手にならないっていうか、そういう業界なんかだと楽だよね。ちょっと違う発想を持ったら人手がちしちゃうっていうことってありますよね。あとなんか人間関係広げたいとかね、取引先を増やしたいとかいう時も、その一流の会社とかさ、一流の人なんかすごい偉い人だからとても会えないとかって勝手に決めてるでしょ。そうですね。ですよね。それが全然そんなことないよね。僕はね、石原さんに会えないと思ったから会えてますから、ちょっとある方のお力をお借りして。そうですか。ずうずうしくも。でもそれが自分のいいとこですよね。それ褒めていただいてますね。いや、真面目に褒めてる。だから真剣さがあれば、本当にそう会えないような人にも会えるし、その後にどう付き合えばいいかみたいなことがあれば、変わっちゃうんじゃない。少なくとも限界を最初から自分で作るのはやっぱりもったいないなと思いますね。意味がないですね。それやった上でダメだったら、じゃあ次どうしようかって考えることあるんですか。そう。だからほぼ全ての人が勝手にイメージした制約の中で生きてくれてるので。なるほど。だからちょっと何かしようと思った人がみんな成功するんですよ。気絶するほど儲かる絶対法則っていう僕は本があるんだけど、あの中にネタ子は起こさない理論っていうのを書いてみんな大受けしてましたけどこのネタ子は起こさない理論って何かっていうと、みんな寝てるってことだよね。この貸しカードだから、はい、読みました、はい、うん、電車に乗ろうとするとみんな同じ格好して同じ方向向いてるでしょって。だからね、それこそぼーっとしてるじゃん、あれって楽だと思わないよ。本当思いますね。でしょ、はい、だからもしみんなが本気になって自分と同じように頑張ってる社会だったら、はい、なんかあんまり頑張りたくないもんね、うん、僕山でぼーっとしてるかもしれない逆に。だけどあまりにも誰も何も努力しないから、はい、ちょびっと努力するだけで圧倒的にダントツになってしまう、うん、でしょ。だからそういう感覚みたいのがどっちが普通なのかっていう側に立つって言った時に、はい、僕はもう全く人の言うこと信じない、うんうん、それよりも自分で確認して、あ、これ本当そうじゃんって思ったことだけをベースにして僕は生きてるんで、はい、だからさっきの質問ですよね。今回感覚的には正しいけど間違ってることっていうのは山ほどあるし、それの方が全然現実っていうふうに思ってますね。以前、放送でもお聞きした清掃業界という成熟した産業で、うん、っていう時もありましたけど、ね、それもある意味同じ話ですよね。そう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 、やっぱりもう最初から成熟したから絶対ダメだとか、衰退産業だから絶対ダメだってみんながそっちを向いてるんであれば、やっぱチャンスですよね、うん、そうあるわけない。だからみんなの買い物とかではそうだよねって言うんだよね、だけど隠せって言ってたよねあれ何回も買ったっけ、うん、だから、ね、うん、でそれはもう基本的にはあれです。自分の情報はあまり出さないで、うん、そうだよね、それだよね、はい、大変だよねっていうふうに考えているふうに後押ししながら、はい、自分は全然違うっていうふうに言った方が楽しいですよね、うん、なるほど。感覚的には正しいけど絶対に間違っていることでですね、まあ、営業マン断ることを覚えなさいではないんですけども、石原さんの最近のですね、まあいろいろ感じられる中でそういったことって他にありますかっていうのも。今世の中って、はい、まあ、日本人の特性もあると思うんですけど、はい、すごく情報化社会化していて、ネット版のみたいなことになってるでしょ、はい、インターネットで全てをビジネスしましょうって言って、ね、これすごい楽だよね、みんなインターネット行っちゃったから。だから今は営業力のある会社は圧倒的に勝ちますよね、はい、うん、だから世の中が常識化するとか、はい、感覚的にはこうだよねっていうのをも持ってくれれば大多数なんで、はい、逆張りしたらみんな勝ちますよねっていうのがありますね。うん、必ずしももうある意味何も考えずに逆にいけば多分いいってわけではないとは思うんですけども、うん、ただ考え方として、まあ、逆にこの、うん、まあ、最後に今お聞きしようと思ってたこととちょっと重なるんですけども、感覚的には正しいけど絶対に間違っていること、まあ、見抜くにはどうしたらいいですかっていうことと重なるんですけども、うん、やっぱり少なくとも常にその世の中で言われていることに対して疑問を持ったりとか、あと、うん、逆を常に、そうそう、本当かって思うことを癖にしたんだよね。その上でそれをまあ実証というか検証したりとか試してみる。そうです。経営者ってそれこそ前回僕言いましたけど、資本家からお金を預かってるわけじゃないですか、はい、あるいは自分からお金を預かってこの資本を改善させなくちゃいけないわけだよね、はい、ってなった時にこんな人の言ってることを信じてやれる神経がわからないと思わない、ね、だって確かに本当にそうだったらやるべきだし、はい、そうじゃなければやったら罰っていうか罪だよね、うんうん、経営者としてはでしょ。あと一緒に働いてくれる人たちの、はい、その人生も背負いながらやるわけだから、はい、本当にそうかっていうのを確認してないでやれるって相当の天気だよね。普段もう額に汗して険しい顔してみんな一生懸命頑張ってるけど、実はそこをまず一番ちゃんと考えないとダメですよね。そうそうそう。で経営ってさ、まあ、人の生き方もそうなんだけど、はい、どこを当たり前にするかっていうことなんですよ。例えばどっちかと僕はフラフラしてるというかあんまり力入ってないでしょ、生きていくこと自体でも、はい、だけどその中でどこを基準にしてるかっていうと、物事を決めたり、はい、自分の考えを持つっていうことに関しては人の言うことを鵜呑みにするなんていう基準はないんですよね、はい、もう自分で確かめて本当にいいと思ったことは自分の理論とか価値観にするけどっていうふうに思ってて、はい、多分そこは皆さんよりもぶれないですよね。現実がきちっとしてるんですよ、はい、それがものすごくなんか講演でも熱心に喋る人とか熱くなって喋る人もいるかもしれないけど、はい、基準値が違うともう関係がないんですよねっていうことですよね、はい、だから例えば本でもそうだし人の話でもそうだし自分で確かめて本当のだと思ったら、はい、自分の中で正しいのでそれをするとかっていうようなそういう持ち方を結構してるんですよね、はい、うん、でそれがさっき言った本当かなっていうふうに思うようになってますけど、はい、出来上がった理由かもしれませんね、はい、そういった視点はやっぱり視点というか、まあ、思考というか普段自分にやっぱり癖にしているということができれば、まあ、そういったものを見抜ければ、そうそう一緒に付き合いながら早川さん自身も、はい、なんかそうなってきたでしょ。なってきてますかね。なってきてると思う。はい、だから不用意に何でも手出さなくなってるじゃない、はい、これを相手に言ったらどうなるかとか。そうだよね。だいぶ修正が少し直ってますか。そうですよ。で僕基本的には顧問先の社長さんたちにそこのピントをどんどん合わせちゃうので、はい、それは映りますよね。ちょっと見える世界も変わってくるみたいで、はい、すごくバランスに意見してくれるようになるのは、はい、基準値が伝えられるっていうのはあるかもしれないですね。はい確かに石原さんとご挨拶こうしていろいろお話しさせていただくようになって僕ももともとはもう結構鵜呑みにして世の中の言っても安心してそれに向かって邁進するのがある意味楽だったんですけど、今別になんかあえて逆を取るのがありきではないんですけど、なんかそのなぜとかあとみんなこっち向いてるけど、俺こっち向いたらなんかできたら面白いなっていうのでなんかヘラヘラすることが多くなりました。その自分は見せておいても楽ですよ。明るくて何でも突っ込んでっちゃう自分は見せておいても楽ですよね。はいその方がプラスに作用するけど、はい、中側はすごくクールな面も持っておいた方が、ね、実は経営ってよくて、はい、本来持ってたんだけどそこはあんまり使わなかったのねっていう感じでしょ、はい、なんでそういうのが全体としては、はい、いい感じじゃないでしょうねこういうビジネスやってる上ではなるほど、うん、今回ちょっと質問と直接関係あるかはわからないんですけど以前石原さんにお話しいただいた取材した時にすごい印象的だったのが、うん、仕事は、うん、興奮してやるなっていうのがすごい印象的だったんですけどなんかみんなすごい一生懸命やってるけどもうとにかく興奮してなんでそんなに興奮して仕事してんのってもっと冷静に忙しくて一生懸命力をもうめちゃめちゃ入れるのはいいけど興奮するなっていうのがもう僕毎日頭の中反省しててですねすぐ興奮しちゃうんですねそれはいいことだね、はい、それはちょっと今回の質問と直接はあれなんですけどぜひリスナーの方にも僕より皆さん冷静だと思うんですけども石原さんからもそこの部分もちょっともう少しお聞きしたいなだって興奮って続かないじゃん会社の経営って継続発展でしょだから興奮してるってことはもう自己中心的だから、はい、自分からしかもの見てないでしょこんな危ない人間と付き合うかって思わないそうですねでも多いですかやっぱり冷静に自分の目標に対して、はい、努力を積み重ねていくっていうことはすごく重要ですよね、はい、だけど興奮して何かしてしまってたら基本的には周りが見なくなるでしょそうですねせっかくなんか自分できっちりやってるのに興奮して気づいたらそう暴走していく人っていっぱいいるんだけど、はい、暴走も限度があるよねうんちょっと話が皆さんそれてしまったんですけども私もこうしてお話をいろいろしていく上でですね少しずつ冷静になってますので皆様もし思い当たる節があればこのポッドキャストを聞くうちに冷静にいろいろ経営していただければとはい、はい、思います。はい石原さん今日はどうもありがとうございました、はい、よろしくお願いします、はい